はい、皆さんお疲れ様です。今日はですね、今日の今朝のニュースで、あれ通称 JR のコンテナを積んだトレーラーが 3.6 メートルのゲットだったかな、引っかかったってニュースが出ていたんですけど、高さ制限と高さの話をねちょっとお話ししようかなと思います。はい、ですね、一般的にうちらの大型車、基本的に高さ制限 3.8 メートル以下のところはくぐれません、トラックに関してはね。で、今回の場合はもう 3.6 メーターだったんですよね。で、JR のコンテナも確か荷台に乗せて、あれすると 3.8 以下になってるはずなんですよね。なんでね、ちょっとなんで通っちゃったのか、ドライバーさんの話だとついうっかり忘れちゃった、高いの積んだの忘れちゃったっつうんだけど、基本的にうちらは 3.8 メーター以下のガードについては普通警戒するんですよね。で、自分ね、この仕事始める前にやってた海上コンテナだと、何遍か他の動画でもお話してますけど、訓録板、高さがね、台車じゃない、シャーシを乗っけると約4メーターちょっと、4.1 ちょいぐらいになるのかな、4.1 ぐらいかな、で、最近はね、規制が緩和されて 4.1 以上のガードというのが、まあ、訓録板が通れるよね、国際基準なんです、4.1 メーターですよね、 ISO の基準で高さになってますので、その高さがくぐれるガードがかなり増えてきて、新しいところについてはアンダーパス、 JR のアンダーパス、それからあと今通りますけど道路のアンダーパス等は、4.2 以上になっちゃうのかな、結局4.5 とかね、結構高めに作ってあるんですよ。なんでね、基本的に訓録板とかの引っ掛け、引っ掛けるって言い方しますけど、うちら繋いでない限りは基本的には 3.8 メートル基準で走ってるんですよね。で、これね、トラックだけの話じゃないんですよ。乗用車もね、気をつけないといけないところっていっぱいあるんでね、ちょっとねあれですけど、先日京浜急行の踏切の事故があったと思いますけど、あれも大型で入れないってことで脇道それて踏切で事故が起きちゃいましたけど、あの先のガード、入れないってガードが確か 2.4 だったかな、 2.2 だったかな、ちょっとごめんなさいね、正確な数字はわからないんですけど、要は2トン車あたりでもかなりきつい高さね、低いんですが、2.4 だったかな、ごめんなさい、ちょっと調べられたら調べられたで、ちょっとそれテロップで乗っけときますけど、そういう高さなんですよ。今ちょっとね、こんな感じで今ガードした手前の、今右側見てもらうと分かる、見てもらったらどうかな、ここもガードが低くなってるんです。こういうようなガードもちょっと低く書いてありますけどね、そんな感じで、あそこのガードも低くて、要はトラックが入れないってことで脇道それて、ああいう事故になってしまったっていうのがあるんですけど、高さ制限がね、あるんで、乗用車でも結構、自分もね、あそこの東神奈川のガードくぐったことありますけど、乗用車でもものすごい狭くて圧迫感があるんですね、こういうのもありますので、あれなんですけど、あとはね、工事してると、この例えば今左側見ても分かると、ね、橋桁塗ってるのかな、工事してるのかな、たまにね、自分が通ってて高さが何メートルだって書いてあっても、実際の話、工事の足場組んであってちょっと低くなってたり、そういうこともありますので、ね、気をつけてください。そうですね、乗用車だと特に気をつけなきゃいけないのが、スーパーね、スーパーの高さが意外とギリギリだったり、入り口まで行って黄色いね、要は高さ見てえっと思うようなのもあると思いますので、基本的にはやっぱり車検証を見て自分の高さがどうなのかってことと、もし万が一怪しいなと思ったら絶対入らないことね、高さ見て目測でなんとなく怖いなと思ったら止まっちゃうのが一番正解ですね。止まってれば最悪、後ろの車をね、通過させるなりなんなりすればバックしていけますけど、前のね、バックして、勇気出してバックしてくださいなんて話もしましたけど、高さ気をつけないとダメなんでね、
自分もそういう経験2回かな3回かなありますよ。大型トラックでまだ最初の頃ウィング車乗ってる頃に、3.6m かなんかのガードがあって危ないと思って手前で止まって結構バックしましたけどね。あと海上コンテナで訓録板いわゆる 4.1m 以上のコンテナを引いていてガードが 3.8m でバックしたことが2回ほどあります。感覚で入っちゃうときもあるんですよ。それ一番危険なんですけど、あれは横浜のねとある JR のガードかな、あそこは 3.8m なんですけど普段訓録板で抜けないんですけどね、会社に帰るときに、ついついうっかりして途中までやばいと思って止まってでバックしてねとりあえず事なきゃいけましたけど、後ろの車頭下げてごめんなさいちょっと間違えて入っちゃったってねバックして国道に戻って国道から帰ったこと過去にありますけど、そういう風にね入っちゃうとあれなんてね、やっぱりそういうところは高さ自分で乗用車の高さ把握して入った走った方がいいと思います。意外とやりがちなのが、K の番なんか結構屋根傷ついてるとよーく見てるといますよ。あれやっぱり入っちゃうんでしょうね。まあね自分の高さをきちっと乗用車にしても、まあ、トラックはもちろんなんですけど把握して高さが怪しいところは入らないと、自分で降りて目測で確認して、まあ、でも目測で確認しても引っ掛けた人いるんですけど、基本的にはやっぱり自分の目で見てでもし他の人が同乗しているとかそういう時であれば、見てもらってね大丈夫かどうか。でも人例えばねありがちなんですけど、まあ、道路工事でもそうです。道路を誘導してる人っているじゃないですか。あの人は例えば行っていいよって言って行って例えば事故を起こしたとしたらその人の責任よりもやっぱりドライバーの責任になっちゃうんですよ、それはね。まあ今ちょっと右側のスーパーの誘導なんか立ってますね。ああいう感じであの人がもし行っていいよと言ったとしても事故を起こせば結局はドライバーの責任なんでね、自分できちっと確認して自分でそういう高さ幅、あとはまあ工事の時は誘導ね対向車線出るとかそういうのも含めてね危ないな危ないなそういうのも見て反応しないといけないんで自分の責任になっちゃいますんでね、そこら辺は鵜呑みにしない鵜呑みしてしないという失礼なので注意としてくださっているんでね、それはそれなんですけどやっぱり自分の目で確認してやらないと大変なことになっちゃいますんで気をつけて運転してください。ですね、まあ、今ちょっと上げましたけど、JR のガードなんかも東京の都心に入ると低いところ何メーターあるよっていう、自分もこのチラシ過去にもらったことあるかな、そんな感じでねここは走れませんとかで、ね、ここは注意してください、ここ回るときはここを迂回してくださいなんていうのを出してるし、あとは先ほどちょっと調べてみたら、県ごとに低いガード注意みたいな感じでねホームページ上に出てるのもありますのでね、まあトラックだけじゃなくって乗用車も怪しいところがあれば確認して自分の高さがどれだけの車体の高さがあるのかそこら辺を気をつけて運転してほしいと思います。で あとはもう一点、もし万が一屋根引っかかっちゃったよと、入っちゃった、ちょっと引っかかっちゃったって時の対処法の一つとして、そういう時はタイヤのエア、ある程度仕方がないんでね、ある程度まで抜いてください。それだけで随分違いますんでね。これ、トラック乗り出した頃、まだ自分が乗り出した頃は25年ぐらい前なんで、平ボディからウィング車がぼちぼち出だした頃ですかね。そうすると、要は屋根の高さまだあの頃は 3.6m とか結構あったんですよ。で平ボディで荷物を積むと 3.6m でも結構通れるところありましてね、中には配達先で何だったっけあれは歩道橋か歩道橋の出っ張りがあってその高さがちょっと低いんで荷物を高く積まないで行ったらって経験もありますけど、その当時はそういうとこ多かったんですよ。なんでね、もし万が一どうしてもやばいと思ったらまだ今みたいにエアサスがある時代じゃないんでね、トラックに関してはエア抜けと、エア抜いてなんとかかわせと、
各県の確か先ほど今調べたら、ホームページなんかがあってね、高さ制限ここがこうですよっていうのが関東近県、神奈川県とかあったかな、そんな感じでね、ありますんでね、それも見ていただいて気をつけた方がいいと思います。でトラックだけだからとか2トン車4トン車だけだからじゃなくて、乗用車も意外とそういうところありますんでね、行ってみたら通れなかったら、あ低いよとかそういうのがありますからね、一応ね自分の高さ、車の高さをね念頭に置いて運転するようにしてください。ぶつけちゃったらね自分のせいになっちゃいますからね。そんな感じですかね。あとは緊急時、もし屋根入っちゃって引っかかっちゃってって時がある時は、タイヤのエアを抜いてください。空気抜いてください。エアバルブのところに何かスッと細いものを刺せばシュッと抜けますからね。でそれで抜くのと、タイヤを抜くとね、エア抜くと車高がね数ミリから数センチ下がりますから、一回引っかかっちゃったら慌てずにエアを抜いて車高を下げるね、そういう風にしてください。トラックの場合はねエアサス今ついてますからね、エアサスとか下げてね、そういう風にしてください。それでね随分ちょっと違ってきますんでね、無理やり出しちゃうとね傷にもなっちゃいますね。相手の要はガード側の方に対してもね大変なことになっちゃいますからね、傷つけちゃいます。傷だけじゃなくて一番問題なのは、そういうところって必ず電車、多いですね、鉄道が通っていたり、例えば道路だったりしますんで、それで車とか電車とか止めちゃうと大変なことになっちゃいますからね。一番確実なのはやっぱり怪しいところは自分の常に目測で自分の高さをね把握しておいて、そこには行かないようにするとかね、そういうこと大切なんで、そこも含めてね気をつけてください。今朝こんな感じでね、 JR の事故、JR の事故じゃないかな、 JR コンテナを運んでた事故があったんでね、ちょっとこんな感じな動画にしてみましたね。なんつったらいいのかな、あとはね、あまりどうだろう、普通の人はないけど、例えばね、引っ越しなんかでトラック借りて荷物乗っけて高かったとか、そういうこともありますからね、そういうところも含めて高さ、割と盲点なんでね、大丈夫大丈夫って結構あれなんでね、そこら辺はねちょっと気をつけて運転してください。はい、ちょうどね今 JR のコンテナ行きましたね。そうですね、あれでもやっぱり 3.8m、 床が低いやつだともうちょっと低いんでしょうけど、基本的にやっぱりトラックに関しては 3.8m 意識した方がいいですよね。はい、じゃあそんな感じで今日の動画は以上です。この動画が参考になったと思う方は動画の評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いします。低いガードに関しては乗用車も一言ではありません。1.8m だったりとかね、そういうところ、特にね先ほども言いましたけどスーパーとかね、そういうところ気をつけてください。あとはね、大体でもね、キャリアとかつけて仮装してる人は分かりますけどね、高さね、そこら辺もね、横幅とか長さだけじゃなくて高さもやっぱり意識するってことが大切なんでね、安全運転のためにはそういうところも気をつけて運転してください。はい、じゃあ今日の動画は以上です。この後運転される方、安全運転でよろしくお願いします。先ほど言いましたけどね、高さ、自分の車の高さも、車検証を見てください。たまにはね、車検証見て高さがいくつ、長さがいくつ、幅がいくつって書いてありますからね、それをなんとなくね、頭の隅っこでもいいですから置いといて、ガードとかくぐるときに高さ何メートルときには注意して運転してください。はい、じゃあそんなわけでご視聴ありがとうございました。では。